どうも、八よりますです。三日坊主です。はい、ということで、今回は飼育者訪問撮影シリーズということで、ダンゴムシやワラジムシを数多く飼育されている三日坊主さんの訪問に来ています。ということでね、なかなかね、ワラジムシとかダンゴムシを紹介している方いないんで、今回ね、その魅力について、深掘りしていけたらなと思います。それでは早速、やっていきましょう。あ、そうです。OK です。自分でやったってな。はい、ということで早速ね、今映っているワラジムシやダンゴムシを紹介していただく前に、なぜこの子たちの飼育を始めたのかについて、お聞きしたいと思います。はい、まず最初に、この子たちと違うきっかけというのはブリクラで、初めてこの子たちを見たわけです。でその時にあ、綺麗だな、あ、こんな虫がおるんだ、ということで。まず最初にそれに驚いて、でさらにいろいろと詳しい話を聞いてるうちにこの子たちは結局は皆さん方のよく知ってるフナムシ、あれの仲間だっていうことにさらに驚き、フナムシが今度は甲殻類、甲殻類ということはエビカニと一緒ということで、それでは自分が昔飼ってたミーシュリンプと、同じやなということが分かった時にあっこれを買ってみたいなというのが初めてのきっかけです。なるほど、ありがとうございます。それではね、早速紹介していきたいと思います。このセビリアオオワラジという種類なんですけど、この、セビリアオオワラジをそのブリクラで初めて見て、あこの縁の綺麗さ、そしてこの縁の白さ、もう本当に綺麗やなと一言で。惚れ込んでしまってこれを買いたいな増やしたいなというのが第一のきっかけですね。大きさもすごい大きいですね。そうなんですよね。意外と大きくなるんで、まあ、楽しめる種類というふうに、PR を受けて、買ったはいいんですけどね。もう大変な思いをしました。もう最初に買った時に、見事に全滅しました。何があかんのか難しいのか何がダメだったのかといろいろ考えて、そしてまたもう一度同じところでそのセビリアを求めてもう一回チャレンジをして、そして今の状態になったわけですけども、これ自体は買い方というのはただ単に自分自身の技量の不足が原因やったというのがオチですわな。この生き物を飼育していて初めて迎える子が死んでしまった時って、その時にまた同じ死を迎えるか、もうこの子はやめとこうっていうふうに分かれると思うんですけども、そこでまたもう一度チャレンジしようってなったのは何か理由があるんですかね。もともと繁殖というのはもう先ほども言ったようにビーシュリンプとかで、よくやってて、さらに海水魚ではタツノオトシゴの繁殖とか、そういうのもチャレンジしたり、繁殖に関してはいろいろと経験を積んできています。そんな中で逆に言えばその繁殖で失敗というのはなんで失敗したんやろうっていうふうに悔しさの方が先に立ってしまうという方で、その悔しさでなんとかこれは乗り越えたい、なんとか克服したいという気持ちで今、こうやって繁殖させている次第です。はい、今度は皆さん方もよくご承知のダルメシアン、もともとはクマワラジの色変種として、世に出てきたワラジムシです。このワラジムシ、何が特徴かというと、もうとりあえず潜ります。見えないですもんね。もう潜るのがこのクマワラジ系の特色みたいな感じで、逆に言えばこうやって潜ってくれる子の方が育てやすいです。あ、そうなんですか。なんでかというと、こうやって潜ることによって自分たちで湿度調整、水の加減というのをやってくれますんで、こういう子たちの方が育ちやすいですから、まあ、一番最初にワラジムシ飼ってみたいなという方はこういうクマワラジ系のダルメシアンとかオレンジクマワラジとか、または海外ものでしたらキルギスの大わらじとかをおすすめしてます。この子たちはずっとこの類大して繁殖させていくと何か変化とかって出てくるもんなんですかね。ですね、このダルメシアンでしたら特徴のこのブチブチ、ブチの部分、このブチの部分というのはそのままかけ続けてるとだんだんと元のクマワラジの色、黒色に戻ってくるんですよね。ですから、どうしてもそれでは、この価値がなくなってくるんで、できるだけ白い子同士をかけるように掛け合わせをしていく。ちょうど B シュリンプで、色合いのバンドの綺麗な子をどん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 掛け合わせていくのと同じように、これで掛け合わせていくとそういうのが達成できるんで、自分好みのね色合い、真っ白の子が欲しいなと思ったら真っ白と白を追求したり、もうちょっとブチがいいなっていう人はブチの部分を多くしたり、いろいろ楽しめるのがこの種の特徴ですね。はい、今度はゼブラダンゴムシ、今度はわらじ虫じゃなくてダンゴムシの方を見ていきたいなと思います。はい、このゼブラダンゴムシ、何が特徴かというと、こういうふうなしましまの綺麗な模様が特徴です。すごい。だいたいこれのあと 1,2 ミリ大きくなる、だいたい 1.5 ミリ、1センチ5ミリぐらいの大きさがマックスになってきます。でマックスのやつはここら辺にゴロゴロと出てくるようなすごい綺麗綺麗なバンドが特徴のわらじ虫、ダンゴムシです。でダンゴムシの方がわらじ虫よりも飼いやすいというのが私の印象ですね。それは何でかって言ったら、先ほどもクマワラジ系と同じで結構潜るんですよね。それで潜って自分たちで水分調整をしてくれるんで飼いやすい種類でもあります。ということはこのわらじ虫とかの飼育難度というか、そこにあるのは湿度管理が難しいんですかね。そうですね、湿度管理って言ってしまうとどうしてもみんな霧吹きでシュッシュッとイメージしてしまうけれども、この湿度というのは土の中の水分量なんで、土の中の湿度と考えてもらったら一番いいと思います。ありがとうございます。はい、続けてまたダンゴムシで、今度はモンテネグロという種類です。モンテネグロという地名のついたわらじ虫。ダンゴムシ、そしてこのダンゴムシの特徴というのはこの色合い、はもう本当にもう残念なことにね、大きい個体が少ないので、お伝えしにくいのが残念なんですけども、成長すると大変綺麗な種類のダンゴムシです。縁のオレンジだけじゃなくて、この中の方にも星がね、はい、星が入ってて、星が3列並んでいるのがこの特徴です。そして最近ではこれの亜種として、いろいろな種類が出てきてまして、その中でもこのモンテネグロよりもさらに大きなSP というのが存在したり、また別の地域のモンテネグロのこの色合いのダンゴムシも出てきてます。新種が見つかってるんですか。それはもう新種が見つかってるというか、流通しだしたというような形やと思いますよね。はい、これはフラワーボールバグというちょっと変わった種類のわらじ虫です。何が変わってるのかというと、この子たちは海岸の近くのところに住んでるわらじ虫で、何が特徴かと言いますと、とりあえずこの子たちを見てもらいたいんですけども、残念なことにね、今ちょっと表に出ている子たちがちっちゃい子しかいないんで、そのちっちゃい子も今行方不明になりましたね先ほど出てたんですけど、あ、ここに1匹おるかな。この子たちは、土壌がこのアルカリ性の土壌が好きという、その変わった特徴、つまり海岸沿いに住んでるので、どうしても土壌が塩分を含んだ土壌、そういうのが好んでる子たちです。この子たちは大変大きくて、大きさ的には皆さん方のよくご承知のカナブンぐらいの大きさになる、大変ビッグサイズの子なんですけども、残念なことにそのビッグサイズはみんな潜ってしまって掘り出せない状態なんで、無理やり掘り出すことは可能なんですけども、なぜそれをしないかというと、この子たちはこの潜って、脱皮を促し、そして脱皮をして、繁殖するというサイクルを繰り返す子なんで、どうしても無理やり掘り返してしまうと、その時点で、命を尽きてしまう場合があるんで、大変リスキーな子たちなんで申し訳ないけども、現物の方は私のホームページを見ていただいて写真で我慢していただくかまた別の機会に紹介したいなと思いますけども、横から見るとね、今脱皮してる途中の子が見えるんですよね。ちょっとその子だけね、見てみましょうか。お願いします。今映っているのが、今脱皮してる途中の子なんですかね。はい、こういうふうに巣穴を掘って、その中で湿度を保ちつつ脱皮を待ってるという状態です。はい、こちらの方はオールナータオオアラジ、また和名ではニシキオオアラジという種類です。大変最近人気のある種類で、大きくなると言われてますけども、そのマックスの大きさがなかなかお伝えにくいのが残念なんですけども、この中でも目いっぱい大きいサイズの子がおるんですけど、その子を、掘り当てられたらいいんですけどなかなかどうして出てきてくれないのが現実で、そんな中でもおったな、はい、この子なんかは結構大きい方で。この白い個体とちょっと黄色っぽい個体がいるんですけども、これ何か違いあるんですかね。発色してるしてないの違いです。ですので、できるだけこの発色のいい個体同士を掛け合わせていくと綺麗な個体。最近ですとこれがもう全体的にオレンジの乗った個体が今市場の方に出回り出してますんで、そういう風な色変種を作っていく楽しみもこれからあるような個体です。はい、次のワラジムシは、ワラダンブームといってワラジーとダンゴムシ、そのダンゴムシブーム、ワラダンブームの火付け役となった種類、ハーシーオオアラジという種類です。こちらのハーシーオオアラジというのは大変綺麗な目立つ配色をしておって、これを見た時にはすごいなという驚きが伝わる種類でした。最近ではこのハーシーオオアラジにもいろんな亜種というのが出てきておりまして、この後また紹介する種類もその亜種でもあります。このハーシーオオアラジですけども、大変、選別をしていくとこのように綺麗な個体が生まれてくるという、こちらの方も楽しみの一つです。はい、続いてのわらじ虫は先ほどのハーシーオオアラジに続いて、このハーシーオオアラジの亜種であるハーシーブライトという種類のわらじ虫です。白の部分が多いんですかね。はい、こちらの方は大変特徴がありまして、先ほどのハーシーと違って黄色のブロックのところ、それがこちらは金粉を散りばめたような綺麗な色合いになっておるのが特徴です。はい、最後を締めくくるのは三大人気わらじの一つであるマグニフィクス大わらじ。これの特徴は何かというと、大変色が濃いオレンジ、そしてよく見てもらうと分かるんですけども、縁に白い縁が入っている、これが特徴です。そして何よりも一番の特徴というのは、とりあえず大きくなる。どれぐらい大きくなるのとよく聞かれるんですけども、そのマックスサイズはなかなか見つからないんですけど、あ、でもその子大きいですね。うわー、すごい。この子でもまだちっちゃい方です。ラメみたいなの入ってますね。ちょっとなんかラメっぽく見えますね。多分それ脱皮する具合やと思いますけど、このちょっと後ろの方がちょっととか前の方がちょっととかいうのは脱皮の半分仕掛けっていうのが多いと思います。めちゃくちゃ綺麗。もう大変ね、すばしっこいのはすばしっこいんですけども、環境が合うと繁殖は容易なんで、ただこれも先ほどのエクスパンスと一緒で成長が遅い、成長が遅いんでどうしても流通量が少ないんで、どうしても高値で取引されているのがこの種です。はい、ということでわらじ虫とダンゴムシたちの紹介を終わったんですけども、実はですね、他にもいろんな種類のダンゴムシとわらじ虫がいるんですけども、今回はね、三日坊主さんのセレクトしたちょっとねお気に入りの子たちというかね、紹介していただきました。本当にありがとうございます。ということでね、最後に、インタビューをいろいろと、していきたいんですけども、まずはこのダンゴムシやワラジムシの、飼育の魅力について教えていただけますか。はい、小さなケースの中で自然を表現している、まあ、ディスプレイしていろんな草を植えたり、でまたその中でこの小さなわらじ虫たちが生活をしておる、それが小さな箱庭ですね。それを見ながらめでて楽しんで、また環境がいいとどん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 繁殖して増えてくる、増える楽しみ、それが一番の魅力だなと私は思っています。一つの生態系ですもんね、この一つの箱が。ありがとうございます。で続いてなんですけども、この飼育していて失敗談とか、あとは感動したことなどあればお願いします。もともと飼育についてはいろんなものを飼育してたりしてたんで、失敗というのも仕方ないなというところで終わるんじゃなくて、その失敗は何で失敗したんだろうということを突き詰めないと、その失敗した子たちの命というのはことにもったいないことになってしまうので、その失敗を繰り返さないように、またその失敗を糧となるように、飼育していくというのが私のポリシーとしているところです。そして、一番楽しみというのは、自分の思った通りに、その色合い、また繁殖がいくとやはり嬉しいもので、しかし今度は逆に失敗すると、やはりなんで失敗したんだろうなと悩むことも多いわけです。続いてなんですけども、この飼育を始める際にかかった費用や維持費とかはどれぐらいになるんですかね。その質問が一番難しい質問ですね。ですよね、僕もよく聞かれてってなるんですけど、爬虫類でしたらね、それに食費用が何本ぐらいかかるんやろうなという質問をよくされたりするんですけども、わらじ虫の場合は見ての通りにこの小さなプラケース一つで、あと床材をいろんな種類用意したりする、それだけですので、飼育環境を作るだけでしたらもうそれこそものの2、3000円あったらお釣りが来ます、うん、あとは自分の気に入った子たちをお迎えして、うん、それに、飼育がスタートするという状態なので、維持費というのは餌に与えているテトラさんのテトラミン、PR じゃないですけどねあれも結構大きな量入ってそこまで使っても全然減らないですもんね。はい、意外と減らないと思うんですけども、減るんですか？うちではこの一番でかいサイズのテトラミンを使ってますそれが一番のコストですね。電気代とかはそこまでかからないんですかね。意外とね、わらじ虫、ダンゴムシを飼っている人は、そこら辺を気にする人がいるんですけども、もうこの子たちはもう部屋の温度で十分なんで、別に電気代とかそういうのもかかりません。人間が住める程度の温度で、人間の住める程度の温度でやっていただいてこの飼育をしてて最終的に目指す目標や目的などあればお願いします。はい、先ほども言いましたようにこの繁殖させていろいろな選別をしながら類代を重ねて自分のイメージした個体が生まれる、それがまず目標。そして一人でも多くの人にね、このわらじ虫の楽しみ、ダンゴムシの楽しみというのを少しでも広げていきたいなと思っておるのが目標です。で、最後にこの動画を見ている視聴者の方に向けて伝えておきたいことがあればお願いします。はい、ダンゴムシ、わらじ虫、大変楽しく綺麗な、そして心癒される、虫たちです。しかしその虫たちですけども、皆さん方の飼われている環境、それに応じてだんだん増えてくる場合もある。しかしその増えてきた子たちを野に放す、つまり、外に逃がしてしまう、そういうようなことをしてしまいますと、今度は逆に、環境破壊につながってまいりますんで、そして環境破壊になりますとザリガニが飼えない、またミドリガメが飼えない、そのような特定外来品種となってしまいます。そういうことのないように、くれぐれもこの子たちを飼育放棄することのないように、最後まで見とってあげてほしいなというのが願いです。どうしても困った場合は、三日坊主の店の方まで送っていただいたらうちで、その分、飼育させてもらいますので、困った場合は一声かけていただけたらなと思います。以上です。説明概要欄にね、三日坊主さんのツイッターとブログですね、を貼っておきますね。 URL 気になった方はぜひ、覗いてみてください。で、ちなみに爬虫類市場とかでも出店されてるんですよね。はい、今度の3月の17日に爬虫類市場初めて、広島の方にお邪魔させていただきます。私の方も爬虫類市場の方の実行委員の一人でもありますので、どうぞ皆さん方もお越しいただいて、そして、手に取ってこのわらじ虫たちを直に見ていただけたら、その魅力というのが少しでも伝わるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。本当にね、爬虫類市場に行った時の動画とかも上げてるんですけども、そちらの動画を見ていただけるとね、本当にアットホームな感じで初心者の方でも行きやすい雰囲気のイベントになってるんでね、是非興味ある方は行ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回ね、貴重なお時間、そして、素敵な子たちの紹介ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わっていくんですけども、最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと感じていただけたら、ぜひ高評価と、まだチャンネル登録ね、していない方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。そして、大阪付近の方で、飼育者訪問撮影しても大丈夫だよという方は、顔出し NG とかでも大丈夫なんで、ぜひね、Twitter の方に連絡していただけると助かります。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。